この人同じようなポーズ取ってる人おったね。で、フィンガーハート、インパルスの板倉さんですよね。この人は、シュッ、黙れよ、お前みたいな。で、この人が、俺の心臓硬えぜ、みたいな。で、この人はフィンガーハード。この人も逆バージョンと思ったら同じ手。はい。で、この人は、チキチキボーン。ちなみに知ってる人いませんでした。知ってる人いませんでした。ごめんなさい。僕の手はかいいの。みんなごめん。面白いこと一切思いつかんわ。なんかここはこいつの飲み物、これ何、牛乳？牛乳やろ。え、違うこれ。え、滑りやすくするやつもしかして。え、クソイケメン、クソイケメン、こいつ。うわ、こいつは人気出るわ。クソイケメンやん。あ、これ多分なんか滑りやすくするやつかな。だよね、みんな置いとるわけないやん。うわ、めっちゃイケメンやん。オッケー、このやつおった？戻したい。你现在也很帅。え、この人？写真写る、あれ？クソイケメンやん。ねえ。かっけえ。来るなら俺自分の号をかっけるぜ、みたいな。この人。はい。この人も来るなら俺自分の首かっけるぜ、みたいな。で、この人は、ゲッツ！で、この人は、右手が、左手がうずくぜか。で、この人は、この人です。はい。まあ、はい、傭兵ですね。で、WY さんが、オフェンス、487さんが、俺が嫌いな墓守り。ジェリー君が、トマのジェリーのネズミの方が、嫌いし。さあ、見ていきましょう。このスパン位置は悪くないの。そのまま、正面ゲート行けばいいんじゃない？ね、真ん中も見れるし。あ、やめた。なんでやめたか全然見てなかった、俺今。なぜなら俺今、ドライアイのまばたきしてたからさ。これ、カラス行きですね。カラス行きあれ誰？傭兵かな？見えた？見えんかったらこれ、足跡追いに行ったら、結局傭兵っていう、マジいらんことになっちゃうよ。うわぁ、うわ、きっつ。見えんかったんか。俺らさ、透けるからしょうがないんやけど、これもう当時、これ、マジやつ、これもう、世界半周してんじゃん。ど真ん中は絶対追えないキャラだよ。オフェンスでしょ。見てなかったけど、人形、あれ人形？奥、わかんねえな。人形だ。さあ、足跡見に行きます。で、そしたらね、人形っていう、これも悲しいな。もったいないですね。これ胸像出さなかったね。で、胸像出してもし仕留めなかったらやばいよ。ああ、まあまあ、胸像の精度はいいですね。でも、機械技師はもうとっくに離れてるよね。どこわかんねえ。これ視点切り替えが早すぎてわかんねえ。機械技師見れねえ。ああ、もう奥、工場の奥に人形出してるから、機械技師本体はもうあそこの窓をまたいでるよね。で、カラス方面に行くの。そうすると、妖怪の暗号機邪魔しそうですね。まあ、そうするともう、カラス奥の奥に倒れるしかないよね。で、妖怪の今、5割。うわ、これも焦ってるよ。ここで鬼没使っちゃうの？もう焦ってない？もうとりあえず、まあまあでも、わあ、いいですね。うわ、これうまいな、この胸像。でも、あんまり意味ないな。結局、まあいけるか。わあ、まあうまいですね。結局はうまい。結局はうまいやつです。さあ、オフェンスが来ました。胸像を使ってるんで、オフェンスは牽制できる分だけ牽制しますね。普通はそうします。食らったらきついよ。オフェンスもすごいですね。俺だったらボール使ってそうですけど、こいつはすんげえ落ち着いてる。でも次の競争来るま、クルタイムできるまでは。来ました。うわー、これちょっと欲張ったな。下ろすべきですね。もう競争あるんで、倒した時にオフェンスも牽制来ないかもしれない。わ、このオフェンス見た？見て、オフェンス見て。もう、牽制する素振り一切ない。このオフェンス、誰？ WY って誰？うまくね、こいつ。このオフェンスうまいよ。ノラでこのやつ見たら俺絶対褒めてるよ。わかる？競争のクルタイムあったら、いや、あるいはそのリッパの刃あったら、もう来ない。一切来ない。見て、もう来る素振りなかったよ。競争のクルタイムの間はもう来てた。ボールも使わない。このオフェンスの意識やばいよ。安定しすぎてるよ、このオフェンス。もう、そそくさに去ったよ、もう。牽制する分もちゃんと牽制したし、こうなるともう、傭兵ダブルダウン取れないよね。取れないですね。うん。で、さらに、この胸像、当たらない！当たらない！うん、この胸像終わったらやばいね。これ、義士にチェイスされちゃうよ、これ。うーん、引っかかってるし、これやばいね。これ攻撃もしなかったね。これ駆け引きやばいね。これ焦る。まあ焦るわな。
まず義手の人形出てるからね、みんな覚えて、義手の人形出てるから。あ、もう使い切ってんか。うわー、もうこれさきついね。危機一発終わった後もこんなに時間かかるね、この義手にね、義手にこんなに時間かかる、きつすぎる。傭兵が今、あれどこだ、わかんねえ、どこの暗号機、俺傭兵工場か。オフェンスど真ん中終わりますね。オフェンスのボールがままだね、めっちゃあるんだよね。これ気がかりだ、これきついね。今の状況ではまあ引き分け前後ですね、まだ。うん、義手は救助されてもそんなにね、まあ、チェイスできないし、まあ、そんま死ぬよね。で、暗号機邪魔しできてるね。うん、工場の暗号機がまだ上がらない。あ、でも邪魔されるね。工場はさっき7割8割そんぐらいだよね。さあどうする、オフェンス。はい、できない。そうするとあのタックル来るよね。そう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 、そうするとタックル来るよね。お前がオフェンスを攻撃したなら、そうすると邪魔しに来るよ。気持ち悪いよ。どうする、もう一回タックル来る。おお、上がったんか。解読早っ、解読早いわ。对，如果说刚才翻过去的话，走到那种有墙的地方可能好一点。又一个人王布，哎呦，これ、もう瞬間移動に切り替えてるね。前方半颗球，佣兵满血，守墓人两个铲子。ね、墓守り見てください。墓守りスコップ二つ。わ、これみんなビビって、みんなゲート開けてんわ。そうすると引き分けの可能性あるよ、これ。ハッチは工場のところね。まず墓守りスコップ2つ、オフェンスボール半分以上、傭兵肘当てもある。これね、これがこの陣形の強いところなんよ。そうね、ゲート戦強いんだよ、アイテム残ってんだよ。ドイツもこいつも耐えれる。わー、これ引き分けあるね。他没有往厂房拉的话，这个位置还是挺危险的，我觉得。もうあのハッチが工場にあるんで、これやばいよ、これハッチ行かれる可能性ある、これ見失っちゃってるじゃん、もう。これ多分いけたね。うわー、この木、うわうわ、行っちゃった。あ、3人逃げた、みんなもう無理だ。もったいねえ。喜んでる、喜んでる、めっちゃ喜んでる、めっちゃ喜んでる。これはもったいねえわ。まあでもハンターからしてはもうどうしようもないじゃん。最初のあの義士ね、時間かかりすぎてるし、セカンドチェーズめっちゃくちゃ時間かかってたね。オフェンスがうまかったわ。まずオフェンスのあれいいね。あれ見気持ちいいわ、めっちゃ気持ちいい。見てみてね、ね、競争があるならもう行かないよみたいなね。牽制するところはしっかり牽制して、しないところはしない。じゃあ次見ていきますか。面白かったな。おもろいな、試合見るのもいい。僕、公衆大丈夫かな、ブレスケア。はあ、はあ、ちょっと漏らそう。ここに隙間やって、カメラの前のみんなに漏らそう。よし、僕の息で顔を洗おう。ちょっとごめんね。ダメだ。ちょっといろんな、もう俺黙ってられねえんだよ。もうファンの人ごめんな。他终于回来了，不叫小胖墩了。よし、ちょっと日焼け止め塗ろっかな。ベリあ、ジランク。この液体何？このローション何？気になる。どういう効果があるの？めっちゃ気になるよ。因为像很多玩第五人格。挺贴心的，每个人都发了。めっちゃ気になる。絶対滑るやつやね。欲しい。何これ、買おうかな。マジで。欲しいんだが。平时当主播打排位，心里也是。四里四里四里，哥们四里四里。ペチペチ、スリスリゴマスリスリ、ペチペチ。面白くない、全然思いつかんわ。飛ばします。ボンボンよう使えるな。この初中戦っていう人はボンボン使いじゃない気がするんよ。あの1位のボンボンの操作見てるから、この人大丈夫かな。ボンボン、俺たちはもうすでにケイン君のボンボン1位の神操作見ちゃってんだよね。満足できるよ、俺たちを満足させてくれ。空軍欲しいな。そうしたらボンボン相手にこの陣形ってさ、最初にそのケン君、ウオナマ君、アジアじゃない、中国サーバー1位のボンボンがボッコボコにした陣形だよね。まさにこの陣形だよね、全く一緒だよね。きついな。占い師の袋も意味ないし、墓守のね、ホリホリも意味ないし、まあでもね、OL キャラとしたら墓守か占い師だよね。オフェンスと傭兵は置いたくない。傭兵はまず一番置いたくないね。
はい、他的出生点是一模一样的出生点。これ悪くないね。刚刚一模一样。このスポン1位よ。もうそのままねゲート行って真ん中の人も見れるし、誰？傭兵だね。もう傭兵追わないでしょ。爆弾投げる？投げないよね。この板壊す？壊さないね。うわー、これ運良くない？もうそのまま墓守りだよ。板子也是提前下了。守墓人打法就是这样子的，先把。まあもう全部あの板倒して、そう、スコップ使ってそのまま掘れるからね。え？这里是发现了守墓人吗？没有跟上去。哇，もうとっくにさ、これ見失っちゃってるね。もう中にいるかなと思ってさ、そうしたらもう墓守そのままね、小屋方面に行ったわ。これ結構なマラソンだね。ちょっとさ、そのまま奥に入って足跡見失っちゃったのも悪かったな。ね、板倒してそのままぐるぐるすると。没炸出来。那这块板子已经被下掉了。この板はね、もう倒ね壊すしかない。そのまま小屋安全に入れるね。これ袋欲しいんじゃない？もう。这个刀是拿不到的。感觉好像是いらないか。袋いらないか。俺何秒やっけスコップの。閉鎖空間付きですね。壊す壊さない。でも閉鎖空間あるからね。じゃあそうするともう袋いるね。袋をもらってどっか行くしかないな。あれ入らなかったね。普通に食らっ、じゃあ今から小屋行くの？もうチェスするとこないよ。これさ、これ連動不足って言っていいよ。俺ボンボン杖や連動不足って言うよね。まず攻撃するべきじゃないか。攻撃するべきじゃなかった。普通に爆弾でもう一回 0.5 ダメ入れたから攻撃した方がいいじゃんね。これ攻撃する加速がついて板まで行ってさね。まあでも袋も上げる必要なかったな。まあ念には念をって感じですね。連動不足の俺でも分かるわ。これ足りたいもん連動がね。でそのまま奥に行くね。どの暗号機も邪魔できないね。しかも即死ないからね。1台上がってるから。傭兵のドマの暗号機見て、もう9割上がります。ね、これ、連動不足としか言いようがないじゃん、これ。ね、見たら分かるやん、連動不足やん。うわぁ、もう残り2台だよ。ね。これ8割救助ですね。離れすぎてるみんな。俺だったら8割救助するかもしれん。か、即救助しに行ってるわ。ねえ、なんか中国1位のボム見てるからさ、ねえ、その前でそのすんげえ強いやつの見た後やからさ、こいつらもプレッシャーだよね。ボンボン出していいんかなって思っちゃうかもしれない。もうあんなクソうまいやつ。これ何、オフェンスの位置バレてんの？これバレてないの？適当に投げてるだけ。このバレてんの？当たっちゃったんだけど、バレてんの？もう救助いけれないよ。これ見せたね。もったいな。ボールを全部使ってワンチャンかけてさ、救助しに行っていいと思うよ俺。これもったいなすぎる。これ引き分けのパターン出てくるね。挽留没有带挽留，准备欺负他，开门弹欺负他，意思是。现在还留道具。但是一查，这边前锋已经被炸了一下，这窗也不敢翻。また普通に攻撃したよね。もう普通にさ、ね、爆弾でさ追い詰めてから攻撃した方が良くない？ね、ちょっとさ連動不足でまた言うんですけど、俺はそう思うよ。まあでもまあリモート爆弾の精度は高いですね。リモート爆弹の精度は高いですね。予測打ちも。で、瞬間移動持ってなくない？釣ったらいいんちゃうの？今さら暗号機管理してもさ、もう足りないよ。これ俺でもわかるよ。まあ鬼没あるし、そのままいけるんじゃない？中入られたらめんどくさい。まあでも鬼没あるから。おお、こっから精度、爆弾の精度上がってきたね。爆弾1個で、まあ、ちょっと動きを封じたんですけど、そう普通に窓をまたいちゃうっていう、あんまり意味のない。これどうする？時間かけすぎてるよ、もう。時間かけすぎてるよ。うわー、これ焦っちゃってんの？時間かけすぎ。まあ、リモート爆弾うまいね。もうこいつ何？リモート爆弾がうまい。で、連鎖爆弾がうんこやけど、リモート爆弾が神。ね、連鎖つながったいもんだって。リモート爆弾の精度だけピカイチだよ。やっぱ連動不足としか言いようがないわね。まあでも引き分けだったらね、受け入れられるよ。傭兵立ってるもんだって。傭兵ちょっと食らってるよ。怖い怖い怖い。大丈夫？傭兵いける？现在都是单雷放。哎，现在都是放单雷，没有说放两个雷的。空振って？ね、ボンボはそう、攻撃の残りがあるから、それで結構騙される場合が多くて、で、普通に救助されてしまうっていう。もう連鎖も下手っぷりもないよ。ただボンボンボンって置いてさ、ね、攻撃も当たらんしさ、ね、
まあなんかねちょっと1位のボンボン見てきてるから駆け引きもなんかかびってるし、その後にこういうボンボン見るとね、これもう当たらないですね。もう倒れた瞬間に寸止め、もうこれは4分身になると思うので、もうすごい連携ですわね。まあもうこれどこも生かさないよ、もう爆弾でやるしかないよね。もうこれね、倒すわけにはいかないよね。倒すわけ、壊すわけにはいかないわね。板あ壊すんかい。もう俺が解説した瞬間に壊すなよ。俺壊すわけにはいかないって言った瞬間に壊すなよ。俺がアホみたいな。まあ運がいいことにね、ここにハッチがないっていうのはね、はい、運がいいっすわ。オフェンスとボールめっちゃ余ってんだ。まあ引き分けですよね。引き分けですね。はい、引き止めるもなし。来る傭兵肘当て4本残ってんだよ。これ引き分けですね。はい、ボンボンにしてはまあでもボンボンの9条の守りが弱すぎたよね。まあ最初チェイスが持ちすぎたね、チェイスが持ちすぎたね、連鎖が全然当たらない、そんな状態でしたね。面白かったな。はい、皆さんお疲れ様でした。